なんかやってる感じがさ、助けに来ねえでさ。あのね、名前が似ててプレイぶりがやべえやついんのよ。ハッチ戦をやればいいのに、ランプキンレーンでね、ハッチ戦やればいいのに、ハッチ戦やらないで自分でキラー見つかってて俺の位置知らせるっていう。それで助かろうとする根性丸出しのやつ。どう？なんかね、俺最後チームプレイしたんだよ。宇宙船で。2台の発電機回して。逆転勝ちまで導いて。で、最後は、吊るされてない側の方の、エリアの方の、ゲート上げに行って狙われたけど、遠目の方に行って、吊るされてる人ともう一人が生き残る道を選んだっていう。チームプレイを行ったんだわ、要するに。献身的な動きを行って。本当にね、やつが同一なんだけどな。名前は。あ、壊れゲームになったら終わりますよ。なんと言われても。でも、絶対条件は、僕大丈夫ラビットになると、キャンプトンネル対応、トンネルパークもないし、チェイスパークもないから、そうすると予算がなくなるよ。ただ捕まえられて終わるだけだから、そのゲームは、まあ、チェイス練習して終わりますよ。やってみたらいいんじゃない？とりあえず。いや、もう壊れゲームだろうが遠いんで、もう。ここの発電機回んないとどうせ勝てないから。助けに行けっていう？じゃあ俺やめるよ。いいの？ネアが耐久に入ろうが、ここが回んないやったらもうどうせ勝てねえから。もう回んないなら勝てないから、どうせ。回らなければもう勝てないんですよ、このゲーム。これ正しいこと言ってるんですよ。じゃあそこで不用意に見つかってしまった人が悪いじゃん。もう、レオンが悪いし、その後の、まあ、球場も守り固められてたせいだけど、あれだけど、終わればいいんですよ、もう。壊れゲームになったら終わればいいだけなんですよ、もう。どっちみち発電機回さないと勝てねえから、もう。壊れゲームになったら俺は終わるし。もう、基本終わらせます。もう、このゲームはもう、もう僕はもう、以上行かない。遠い字だから、もう行ってもしょうがないから。終わればいいと思ってる。早く、次のゲームに入れば。どうせ勝てないから、正攻法だと。終わったらいいじゃんって話で、もう。なあ、こういうのは、俺が超うまいでしょ。使えないプレイヤーって状況判断ゼロだから。やれるやつってのはもう、無駄なゲームやらないし、捕まえられたらもがいて終わるだけだし。発電機を回さないとどっちみち奇跡は起きないんだわ。これ分かりますよね。僕まで行っちゃったらもう、俺やめるよ、その瞬間。まだ奇跡的なロングチェイスができればゼロじゃない可能性は、一応作ってあげるけど。もう腹からもうこの試合は俺はゲームを終わらせるつもりでいるから。地道もう無理なんだって。真面目にやろうとしてね、何かをかけないと。ギャンブルしないと無理なんだって。
論外だよな、こいつマジで。やってるプレイがマジで論外。やってるプレイがマジでこの卑怯者のプレイ。今の見た？これ。もうこれ汚いプレイヤーだから。いいんだよ、釣り交換でも入らないといけないから。汚いプレイヤーでしょ？これはもうこいつの反則負けね。もう、硬化か何か使ってんのかっていうぐらいの勢いで、やってるからもう。でも、ノラモブがダメな理由わかる？発電機回せねえから、こいつら。発電機回せねえの、こいつら。いや、もう、何してんの、ケイトの人。俺を狙ってきてんじゃん、明確に。てか、発電機回せねえだろ、こいつら。俺のせいじゃねえぞ、これ。どれだけ俺に迷惑かけてんの、発電機。一人に三台回させてさ、一人も誰も触ってくれないっていう。とりあえず回復しないとやべえ状態だな、今。あひれ返るわ。人の時間を使うしかできねえんだもん。本当によ。回復をしてもらわなきゃやばい状態だけど。あきれ返るわ、もうよ。ほら、野良見た？発電機回す時間と俺の時間で見てみな。だからやる価値ねえんだわ。これ見てワールドクラスだろ。一人で3台回して、野良は？こんなに人数いんのに、3台も回してくれないっていう。で、治療すらしてくんねえんだぜ、これ。マジで何考えてんだろうと思うわ。治療入れろって話だぞ、もうよ。こっち支店に治療入れてくれないんだぜ、もう。もう、呆れ返るんだよ、もう、野良ってよ。キラーが汚ねえことやってるでしょ？ずっと、終始。論外なプレイやってるでしょ？ゲーム性が成り立たないやつを。医療入れてくれねえと無理だろうよ。誰一人もこういうとこやってくれないんだよ。こういうゲーム展開にしただけでも俺すごいでしょ。俺が3台回すって驚異的なあれだぜ。こんなゲーム展開になんないから、普通のゲームって。だってそうじゃないともう勝てないからね。逃げるわ。今の状態だとエイドとかに気づいてもらうしかない。医療をもらいたいけど、こんな状況じゃねえしな。みんながいるとこに行かねえと。事務所。俺がリスクを取ってしまうと。いやもうここで取るしかないリスク。
タイムはここしかない。ケイト。ここじゃ。行きたいんだけど、向こうの位置に。もう、レオナこれじゃ無理。ベルケア撃ってる時点で無理。ベルケアじゃねえだろうよ。ベルケア撃たれてもな。回復してもらわなきゃダメか。あとちょっとまで組みつけたから、俺の神プレイね。スーパービッグプレイね。このゲームにできるって、相当すごいってことだよ。とんでもないヤバさっていう。とんでもないヤバさでしょ。自分自体が。うまいこと上に入んないともう無理なんだよ。ベースで時間稼げねえだろ。あれが入ってからもう無理よこれ。もう無理。地獄の始まり。逃げ場なし。負けてどんな気持ち？キャントして負けてどんな気持ち？キャントしなかったら楽勝だったよ。相手が悪いんだよ。 4.9 くらいまで行っただろ。ハイプレイなんだよ俺の。スーパープレイとあと釣り交換も行ったでしょ。あれは釣り交換行かないとダメよ。スーパーハイプレイね。他の野良が反応してくれたらよかったんだけど、キャントンしかしないで、4.9 も回されるってあの逆境、3台回したでしょ、意地で。あれがもう 4.9 までの、4.9、あれもハイプレイよ。スーパーハイプレイ。やってんの、あれ。キャントンして負けるってどんな気持ち？キャントンして負けるってどんな気持ち？ 2 試合見て俺スーパープレイの連発よ。ハッチ狙いさせるためにね、もう少しで出血たろうと思ったら、脳天気で発電機回してるどうしようもないプレイヤーがね、ケイト電装使ってるやつがランプキンレンでね、で、カニバルに見つかってね、で、俺を仲間を売るっていう。ライト当ててここにいますって仲間を売るっていう衝撃映像。うん。次はね、そいつがなんかセーブルボード使ってる気味だったけど、結果で気づいたけど、捕まって、宇宙船なんだけど、ノストロモなんだけど、片側の、誰も吊るされてない側のゲートの方に入って、もう一人に救助託し、三人場面で。チームプレイを行って、一番真逆の位置に行って、二人を脱出させたけど、どっちもハイパフォーマンスを行ってんだわ。で、この試合も、三試合ともちゃんとした仕事してるんだわ。あっちで抜けたことじゃないんだわ。この三試合ってすごい高度なプレイを連発してるよ。すごいでしょ？うん。だから、これがヒロちゃんの。ヒロちゃんのプレイね。
どんな気持ちなの？キャントンして負けるって。あんなキャントンしかしないで、あれ、キャントンしてなければ普通に勝ってますよ、僕たち。はい。で、ハッチでも負けて、どんな気持ち？うん。例えば初戦のデススリンガーなんて全然キャンプトンネルしてなかったよ。うん。例えば、フェアにやってる人いたよ、ちゃんと。うん。うん。別にそれが負けることが恥ずかしいことじゃないよ。真剣にちゃんと必死でやって、あんな露骨なやつやってる方が恥ずかしいと思うけど。まあ、勝って当たり前。正義のプレイ。それがヒロじゃん。だって俺全試合もう高度なプレイ連発よ。もう高度なプレイ連発。もうなんかサッカーでいうスタッツみたいなのはもう全部の試合高得点よ。あの試合でも 4.9 まで行くんだぜ、4.9 まで。あの試合ですら。